はい、どうも皆さん、こんにちは。あやおです。ということで、久しぶりに一人やっていこうかなと思います。はい、ということで、しっかりとね、やってきました。あやおでございます。今回は、何をね、紹介するかっていうと、タイトルにも、ありますように、超大爆破装備ということで、要は、爆破属性をね、ゴリッゴリに持って、爆破属性を極めし、はい、装備となっておりますので、ぜひね、早速、装備の方を見ていきましょう。はい、使用する武器は、勇猛と巧妙の総列級といってね、こちら、テオテスカトルちゃんで作成できる武器になっております。こちら、スペックは、攻撃力、198、百竜強化で198となっております。で、爆破属性は31と。かなり、爆破属性値は高い方でございます。で、回収率、防御力、スロットが全部0。はい。溜め攻撃は、解放込み、レベル4、連射レベル5が打てるようになるということで、なかなかね、こちらの溜め段階の攻撃、溜め攻撃の射撃タイプに一癖がなくて、すごいシンプルで戦いやすくていいのかなと思います。はい、百竜スロットは攻撃力強化レベル3をつけております。まあ、元々のね、攻撃力が190ということで、かなり、低いので、このね、百竜スロットで、元々低い攻撃力を少しでもね、底上げできるように、一応、攻撃力強化をつけております。装填可能な瓶はこちらになっております。はい、接撃、強撃、睡眠瓶と、いうことで、まあね、眠らせることもできますよと。なんかこう、立ち回りをね、立て直したい時にですね、睡眠瓶は役に立つんじゃないかなと思います。はい、こちらが発動スキルになっております。見切りレベル4、体術レベル4、爆破属性強化レベル3。ね、ということで、今回は爆破属性値をガン上げするってことで、この爆破属性レベル3は必須となっております。で、今回新たに採用したスキル、炎輪の恩恵。はい。こちらは、レベル2にすることで、火属性攻撃値と爆破の蓄積値を 1.1 倍するということで、こちらもこの爆破属性強化以外にも、爆破属性を上げる唯一のスキルになっております。今回はこちらのスキルを、ガン盛りして、しっかりとね、爆破属性をガン上げした、はい、装備構成になっておりますので、ぜひ最後まで見ていただけると嬉しいです。他にはちょっとね、やっぱりこの炎輪の恩恵が、スキルとしてはちょっと重すぎて、他のスキルがね、ちょっとあまりね、弱点特攻もレベル3発動できてないので、なので、超会心と弱点特攻が、レベル1しかはめられないっていうのが結構ネック。はい。ネックなのと、あとは、お守り、ね、使用している5石が今出てると思うんですけど、こちらかなり難しい5石となっておりますので、なかなかね、このスキルのね、再現をね、できる人が、まあ、かなり限られているとは思うんですが、まあ、それはね、自分の持っているお守りと相談して、もっとね、これよりもいいスキルがね、組める人もいると思うので、それは、自分のお守りと、ご相談していただければいいのかなと思います。はい、それではですね、この超爆破属性ガン上げ装備、こちらを採用して一狩りしっかりとやっていこうかなと思います。それでは一狩り行こうぜ、レッツゴー。さあ、やってきました。今回はこのね、爆破弓の生みの親。はい。テオテスカトルちゃんに今回は、やってきました。はい。なかなかね、まあ、このね、素材とね、その主のモンスターで、戦わせるっていうのはね、ちょっとね、胸が、苦しくなる、苦しくなる、やめて。ロマンティック、決めて。トゥマンティック、胸が、苦しくなる。さあ、対戦よろしくお願いします。さあ、早速、爆破しっかりと決まっていく。
意外とねテオちゃんもバカ耐性がないんですよ。はい、さあね、お前の爆破そして俺のこの爆破どっちが芸術か勝負してやろうじゃないの。このカムラの加工力、カムラのこのね腕利きのいいあのおっさんね、中子兄やんの加工力とお前のこの加工でね、培った爆破力、さあどっちが上か勝負しようぜベイビー。うえ、そんなことより俺の立ち回りが悪い。あ、ちょっと待って、ちょっと待って、俺さあれまだ飲んでない、まだ飲んでまだまだだよ、まだまだまだ、さあさあさあ、おいで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 、はい、さあ顔のでけえ犬ライオンちゃんよ、よいしょ。でこれさらに黒、まだ怒ってない、まだ怒ってない、いやーちょっと待って、意外とこいつの爆破なかなか痛いね、熱いね君の爆破なかなかやるじゃん。さあそうはさせないぜ、万華鏡車輪ガン、うわーこいつ車輪ガン効かないとはなかなかやるね。さあさあさあ、頭を攻撃してね、コリだから、うん、イニシエの竜はよいしょー、ちょっと大丈夫、これ君の素材だよね、お前のね素材をお前そうやって傷つけるな、よいしょ。あーこれちょっと爆破、はい、ちょっとスタミナ管理がちょっとうまくできてない、いやいやいや、そうそうそう、このねあのスキルね、スタミナ急速回復がないからねきついよなかなかね、それでも結構ね爆破してくれるからなかなかね嬉しいで、こう壊す、はい、壊すと、よいしょ、ここはちょっと一回ね、あーげスタミナ回復して、これはちょっと気をつけて、はい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 、はい、気をつけて頭ね、ちょっと、もうそろそろスタン行ってもいいんじゃない、よい、危ない、アーム、よいしょ、オッケー、いやご両親癖がちょっと、オッケー、飛んでよかった、よしよしよし、オッケーオッケー、さあ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 、お前の相手はこっちだぜ、よいしょ、オッケー、しっかりと上げてくる、うん、スタミナちゃんとスタミナ見て、オッケー、はい、古竜独特の、ダイナミックダウン、はい、略して DD です、はい、DD コングということでしっかりと DD コング一発決ましていく、そろそろスタンかな、オッケーとか言ってたらしっかりとスタン取ってくれてありがとね、うん、さすが手負い、やっぱ俺の声が聞こえるのかな、俺の声がこの手泳ぎに聞こえて、手泳ぎの声がテオちゃんに聞こえてるのかな。さあここは一旦移動ということで、逃がさない。行くよ。追っかけます、待て、俺はこっちだぜ、よいしょ、うん、さあさあ、怒りこういう、こうなくちゃね、こうでなくちゃ、よいしょ、しっかりと見返ししていく、このファイヤーには当たらんぜ、ほい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 、さあどうした、炎タイプになったか、爆破なあ、一緒にな、爆破という芸術をさ作ろうぜ、お前も爆破モードになれ早く、そんな炎なんかお前まとってねえでさ、テオの意味確かに炎の方が良かったんじゃないの、うわこのかっこいい、リアルな方の範囲で、この万華鏡車輪ガンでしっかりと落として現実にはめていく、オッケー、ダイナミックダウンをしっかりと取ると、うん、なかなかいい感じの立ち回りかな、ダメージこそそこまでは出てないんですけど、まあいい感じのね立ち回りなんじゃないかなと思います。そうだ、お供の武器が睡眠属性の武器だったんで、ちょっと攻撃したらすぐ寝ちゃうんじゃないかな、ワンワン、さあここ寝ろワンワン、最後までしっかりと攻撃する、さあガブラス、お前はちょっと本当に黙っといてくれ、頼むからお前手を起こすなよ、これは振りじゃなくて本当だからね、俺が起こすからな、お前のこと、オッケー、大爆破行為しっかりと決めていく、オッケー、さあさあさあ、よいしょ、しっかりと避けて、頭、オッケーオッケー、でダメージ結構食らうやん、お前手を読みな、お前の素材なんだよこれは、舐めるな本当に、ほらよいしょ、どうやら本物の手を手つかったら俺のようだな、ナイス犬、ナイス、お前が角を折ってくれたおかげで、こいつはもう、ナナちゃんにはいけないね、お嫁じゃなくてもナナちゃん、ナナちゃんのとこにはもういけない、いけなくなってしまった、体にしてしまった、あー
それはちょっと同じオスとしてさ、俺もオスだからかわいそうなんだけど、まあそんなことはどうでもいい。さあシャリンガンしっかりとかけてね、スタミナがちょっとね、あの競争効果が減ったから、ここはしっかりと強制をごくごくごっくりと飲んでいく。 OK、 さあ危ない。さあいいね、落とそう、ゆっくりと落としていく。ありがとう手尾由美くん、君やるね。手尾由美くん、君やるね。なかなかね、君のね、素材ね、お前の素材の主というか、しっかりとダイナミックダウン DD コング3回目しっかりと取っていく。なかなか君ね、反抗してるね、うん、素材がモンスターに反抗しちゃってるよ。なかなかの反抗力でした。さあもうそろそろ、フィナーレということでしょうかね。しっかりと最後ね、ちゃんと爆発してね、ここにあった、しばしばさあしっかりと2回目、さあ最後にいけるか、いけー、よいしょー、しっかりと決まって、さあお前から放たれる風呼ぶドラゴン、しっかりと決めて、ここはジ・エンド、オッケー。さあということで、いかがでしたでしょうか。今回はこのテオテスカトルの指で、このね、素材の主、うん、の、テオデスカトルちゃんを無事ね、クエスト情報で、7分28秒、うん、なにわでクリアしました。いかがでしたでしょうか。まあね、テオデスカトル自身爆破耐性がそこまでねガッチガチに、高くないんで、結構ね爆破も入ったんじゃないかなと、思います。あとはね、今日の僕の立ち回りがもうパーフェクト、はい、だったんで、まあね、こんなことは冗談です。はい、まあ結構ね、爆破の頻度も高かったんで、ぜひ皆さんね、この武器ね、気分転換に使用してみてはいかがでしょうか。それでは今回は以上になります。最後までご視聴ありがとうございました。また次の動画でお会いしましょう。あやおでした。またね。